はい、こんにちは。ドグりです、えー。今日はですね、アニメ版のスパイダーマンの映画が、海外でなかなかなヒットになっているということでご紹介したいと思います。アニメ、CG アニメ映画、スパイダーバースシリーズって言った方がいいのかな。スパイダーマン、アクロスザ・スパイダーバースが、4週前ぐらいに公開された映画になるんですけど、 公開4週目にして、初週以来の再びナンバーワンを獲得っていう。これ結構映画だと珍しいパターンだと思うんですよね。通常映画って、初週が一番大きくて、その後まあだんだん下がっていくっていうのが基本なんですけど、このスパイダーバース、だから4週目で1位に戻ると。まあ、日本でも、ファーストスラムダンクとか、まあ、あの、 人気映画はそうなりがちですけど、実はあれなんですよね、今週、先週か、ザ・フラッシュって、まあ、これ DC 側のスーパーヒーローものですけど、まあ、実写のスーパーヒーローものが先週公開された結構対策、これも対策映画だと思うんですけど、それにあっさり4週目なのに2週目のフラッシュに勝っちゃったって、まあ、ちょっこれはザ・フラッシュ側がなんか、 初週は調子良かったけど、2週目で大幅下落したとかもあるらしいですけど、あとディズニーとピクサーによるマイ・エレメントっていう映画も3週前に公開されてて、これも抑えて1位になったんですよね。まあ、スパイダーマンだからっていうのはあるかもしれないんですけど、すごいんじゃないかなっていう。まあ、これ、スパイダーバースのこう3部作の2作目扱いらしいんですけど、前作に比べると初週の 売り上げが何倍とかなんですよね。2倍か3倍か忘れましたけど、すごいんですよね。で、本当は、もうこれを週末に見に行って、これを記事に書くようだったんですけど、ちょっと残念ながら次男が一緒に見に行ってくれるって言ってたんですけど、ちょっと体調不良で行けなくてですね、まだ映画見てません。<laughs> 見てないんで、映画自体のネタバレもその,あの評価も一切できないんですけど、でも、その、 アニメ映画でこんだけ興行収入いくっていうのは、ちょっと世界でもアニメ人気上がってきてんじゃないのってちょっと勝手に思ったので、ちょっと書いた次第です。まあ、当然、あの海外でもアニメ映画で人気があるのは、まあディズニーを中心にあるんですけど、 逆に言うと多分アニメ映画で興行収入高いやつってほとんどディズニーピクサー系であんまりこういう,こうガチアメコミみたいなアニメって今までこんなに興行収入高いと多分ないんじゃないですかね、まあ、今年はなんつってもあのスーパーマリオが穴行きに次ぐアニメ映画の興行収入歴代2位に入ってますけれども まあどっちかと,いうとあれはもうフル CG の方、あのよくある CG のパターンですけど、スパイダーマンのこれはね、本当、漫画の延長、アメコミの延長のトーンのアニメ映画なんで、いわゆる 3DCG、まあ、これも CG なんですけど、そのいわゆるこう立体的なやつとまたちょっと違うトーンのもので、これがヒットするっていうのは、まあ、世界的にアニメファン増えてんじゃないかなってちょっと期待しちゃうんですよね。で そのオープニング初日の全米だけで言うと、実はマリオの、マリオも記録だったんですけど、そのマリオの初日の記録をスパイダーバースは塗り替えてんですよね。マリオ越えです。だから、アメリカでもやっぱアニメファン増えてんじゃないのかなとかち、ちょっと日本にいるとね、ちょっとなかなかわかんないんですけど、ちょっとたまたま、鬼滅の刃がニューヨークのタイムズスクエアの あのジャックをやってたんですよね。で、1万人集まったらしいんですよ。またタイムスケアだからもともと人いるんでしょって話なんですけど、動画を見る限り、そのデーモンスレイや鬼滅の刃の映像が流れるところで、結構な歓声が上がってるんですよね。だから、鬼滅の刃ファンがそこのこうタイムスケールに集まって、これを一緒懸命撮ってるっていう。 ワンピースフィルムネットの時にも公開前にここのジャックをやってたんで、多分その、集英社なのか、東映なのか、東宝なのか、僕よくわかってないんですけど、そういうその、日本の、こう、アニメコンテンツのプロモーションでアメリカ人に認知してもらっても、ニューヨークタイムスクアイのジャックをやるみたいなのは、多分、結構コスパがいいプロモーションということでやってるのかなって勝手に想像してますけど、 これすごいですよね、その、まあ、どうなんだろう。まあ、本当にコアファンが集まって盛り上がってるだけで、社会一般ではあんまり認知されてないのかもしれないんですけど、やっぱりアニメっていうと、まあ、世界的には子供向けっていう印象が強い強いって言われてきているのが、まあ、日本でも最近は大人を見るようになっているように、世界も時差で大人も見るようになってきてるんじゃなかろうか。 まあ、結構このネタ何度もツイッタースペースとか取り上げてますけど、まあ、海外の人たちからすると結構昔に比べるとアニメに対する風当たり変わってるみたいな発言も聞くのでいよいよねちょっとアニメの追い風が来てますよねっていうその、まあ、東洋経済さんの特集でもアニメのこう日本アニメの海外での市場規模のポテンシャル6兆円とかね30兆円みたいな話もありましたけど 日本のアニメだけじゃなくて、こうやってアメコミ系のアニメとかもあの人気が高まっているってこと自体は、アニメ産業全体にとってはすごいいい話じゃないかなっていう。ちょっとね、どんどん日本の作品、この流れ続いてほしいなっていう、ちょっと期待を込めて、はい、ご紹介です。ちょっとまずね、スパイダーパス、本当見に行かないことには、これがどうなのかっていう話、一切で言えないんですけど、 世界的にアニメもありがとたにちょっと楽しみだなっていう話でした。えー、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、えー、っと、コメントやツイートで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。